ついにこの日がやってまいりましたね。はい、夢じゃないですか？夢じゃないです。大丈夫ですか？なんと、僕たちがもう16とかくらいからかな。そうだね。一番好きで聴き続けてる歌。キョウキバシュンスケさんですよ。はい。に、なんと会いに行きます、今日は。いやありえますこんなこと。いや、しかもね、これライブとかじゃないですから。そう。ライブで、この前ね、ミクルに連れてってもらったんだけど、まあ、その時初めて間近でね、お会いすることができて、すごいいい人でね。そう。優しかったし、で、まさかその人と、キャンプですよ。キャンプですよ、マジで。俺たちが好きな、大好きなキャンプを、吉田くんがもうすぐ誕生日だからさ、なんかできることないかなっていろいろ考えてて、したら、ぜひ遊びに来てくださいって言ってくれてさ。だから今日二人で今から羽田に向かって、山口県へ。キョウキバさんの地元が多分山口で、そこでなんかキャンプとか好きみたいでよくやってるじゃん。そうだね。そこに俺たちは参戦できると。ただあいにくの雨なんですけど、あっち側の方は降ってないってことで。向こうはじゃあ天気は大丈夫みたいな、今のところ。でもさ、憧れの人とかに会うのって普通できないからね。できないんだよ。だから俺さ、緊張してますか？いや、めちゃめちゃ緊張してるし、けど、本当に会うことって、今までの豊橋に暮らしてる生活じゃありえない話なんで、本当に、ちょっとミクルに感謝してるのはある。とりあえず。だって、そうでしょ？いや、でもまあ、あれなんじゃない？普通に清木場さんも見てくれてるらしいよ。YouTube。メンバーと8人入らなかったら、このこと起きませんから。まあ、それはあったかもしれないね。し、なんか、一般人の僕に、キャンプ、会ってくれる清木場さんにもさ、ね、そうだ、すごい感謝してます。それもね、まだ、東京なんで、そこまで、緊張マックスってやばいみたいな感じではないけど、これ、ね、2週間前ぐらいからさ、緊張してるっつってなかった。言っとったけど、そんなことないじゃん、俺たち。今でもしてんだけど、多分山口県の空港着いた時に、騒ぎ出すと思う、心が。そんぐらいちょっとね、でもテンション上がってますよ、やっぱり。俺たちってさ、マジで、そう簡単に人を好きにならんじゃん。そうだね。そこはにとってさ、本当にそうだね。いろんな推しがおるわけじゃないし。清木場さんに関しては、もうずっと16から一貫してさ、ブレずにずっと好きだし。そうだね。もう、吉田くんに関しては、清木場俊介さんの、ありがとうっていう歌を世界で一番愛してますからね。はい、本当に。本当です。俺たち歌が好きだもんね。そうだ。これ多分しかも一生変わらないっていう自信があって、今後さ、超えてくるだろうなっていう曲もなんか想像できないんだよね。バラードはもう全曲聴いてます。そうだ、ね、マジで。本当に、なんかね、魂のこもった歌というか、そう、なんか違うよね。気持ちが伝わってくるっていうかさ、感情のね、そういう歌手がいないんだよね、今ね。まあそんなに、まあ憧れた人というかさ、すごいリスペクトしてる人に今日会いに行くんで、ちょっとすごい誕生日プレゼントになりましたね。いや、本当にありがたいです、本当に。なんか今日実際に会って語ったりして、もっとなんか深い関係になれたりって、俺たち。ああ、そう。清木場さんもさ、あんまり人に心を開くタイプじゃないらしいから。あ、そうね。こんな風にしてくれるのもありがたいよね。いや、本当にありがたいです。山口県へ到着しました。はい。とても緊張しております。緊張してますか？はい。いや、彼、2週間前ぐらいからずっと緊張してるんですよ。話してください。はい、ありがとうございます。相当寒い。今10度。え、東京寒くなかったですか？いや、全然違うよね、なんか。ちょっと体感温度的には寒く感じますね。今日めちゃめちゃ雨降ってて。今日朝も降ってました、こっちも。あ、本当ですか？聞けますか？お願いします。はい。さあ、教えていきましょう。マイクするとめちゃめちゃありますけど。ここのロマン、なんか詰まってますよ。いや、すごいな。これはすごいですよ。あれ、クローズお好きなんですか？クローズ好きですね。じゃあクローズでコラボします。おお、本当だ。僕たちもう本当にクローズ世代ですか？僕らが我の時にちょうどやってたんで、すごい、みんな影響
そうだね。これは名古屋から来たんですよ。へえ。名古屋の友達が持ってて、これと Z1、これ名古屋から来た。コンボイってバイク屋さんあるんですよ。結構有名なんですよ、旧車の。これ2つ一緒に見えるんですけど、違うんですか？これが最新ですね。あ、これが現行の復刻で出たんですよ。へえ。これが73年です。1973。すごいな。これがいわゆる Z2 です。Z2、はい、なんか俺たちさ、放送時代なんかわけわからず普通に何でも持ってたよ。もうこれは全部旧車ですね。そうですね、旧車ですね。すごいな、この車もやばくない？これハコスカです。あ、これがハコスカか、聞いたことはあったけど、これ動くんですか？これバリバリですよ。おー、これこれです、全部もうベストアステ。すごいな。本当にこれ夢のあれですね。こんだけある 10年ぐらいかけて作ってるんで、結構時間はかかって。ジム見てもらっていいですか？あ、見たいです。プロに、プロにちょっとジム。これ家の中ですよ。知りますけど、家が何個もあるみたいな。うわすごっ。おお、ガチのジムですか？めちゃめちゃ広いですね。これでライブ前は1ヶ月ぐらいトレーニングして。すごいな。いや、すごい。え、あれ何ですか？あれスピーカーです。かっこよ。あんなやつある。音でかいですよ。これめちゃめちゃでかそうだね。めっちゃ可愛い。ジムに置いたら絶対いいですよ。お、お、見せてくれますか？しっかりしてます。やった、めちゃめちゃすごいです、ね、自慢しますから僕。朝倉未来がサウンドバック叩いた。すごい。 2,3 年前はあの長谷川さんとかとみんなでチャンピオン3人ぐらい出てきて、みんなで取りに行って、ここの湖が目の前から走るんですよ。もう 7キロぐらい。ああ、ランニングで、はい、朝そのまま走って。いいですね。めっちゃ雰囲気いいですね。環境はいいです。でもあんまりトレーニングしないんですよ。走ったり、あんまりしないです。すごいですね。だって減量もしないでしょ、あんまり。あ、減量はしますね、最初の。水抜きとか、はい、2ヶ月前とかじゃないでしょ。ちょっと前か。あ、もう1ヶ月前ぐらい。1ヶ月前ぐらい。ここで歌を歌われてるんですか？そうです、ここで練習して。やばい。やばいです。この場所はもう本当にやばいです、ね。これずっと。あのインスタのストーリーに上がってるところですか？ここです、ここ。ここなんですね。ここで歌が生まれたりもするっていうことですね。そうですね、ここで結構、昔ここでアルバム撮ったりしたんで。トレーニングってトレーニングですか？トレーニング、トレーニングにね。ここが湖なんですよ、一周。うわっ、ここからすごいって広っ。一周で7キロですか？一周7キロ、めちゃめちゃ広い。7キロ、めちゃめちゃ広いね。結構いいんですよ、本当に。環境はすごくいい。空気もやっぱ、うん、違いますね。そうですね、大田舎なんで。こんな、これ夢な、夢じゃないですか、僕らの。これそうですね、都会には帰りたくない。ああ、確かに。田舎がいい。はい。まあこういう感じになってますね、今。今名前来て、何枚来てますか、それ。違う、山の寒さを舐めちゃダメらしいから。はい。おお。このぐらいいかないと。こんなやつでもいいですか？あ、全然痛いです。まだ。着くまではそれでいいと思う。あ、普通に今ちょっと汗かいてき始めました。今はね、水抜きにいいかもしれないね、こんだけ着てると。靴はないですね。 靴はあります。靴屋みたいな。すごい。これちょっとちっちゃいかな。ちょっと入っておきます。あったかい方がいいよ。あったかこれ。ちっちゃいですか？一つちっちゃい。あ、ちょうどいいです。行きますか？はい、全然行きます。じゃあ行きましょう。行きましょう。出そうですね、クマとか。ここイノシシは出ますね。イノシシ、タヌキ。イノシシやばいです。イノシシやばいです。なので連速張って40キロ、50キロ出るんで。イノシシ出たら膝蹴り入れるしかないです。牙でやらんからやばい。やばいっすね。おぉ、行きますか。こんな、こんなことある？地球にいるって時間だね。ね、おお、ガチです。すごい。本当にガチ。ここはじゃあ、あの小島さんのあれだったの？そうです。やばいっすね。買ったんですよ、山を。山を買ったってある。聞いたことない。聞いたことないよね。はい、車買ったぐらい。
いの感じでキャンプが好きです。山買っちゃいました。キャンプ場だと1日泊まると次の日が10時とか11時に出なきゃいけないんですよ。それめんどくさくて僕らのお客さんおるし。なるほど。いやーそうだ本当に綺麗で、空が青いです。こんな感じでこれすごいですよ。ついに山口へキャンプ場へ到着しましたね。すごいよこれ。こんなさ白い空でさ、で またなんかこんなかっこいい専用ですからね、これ完全に。そうそうそう、キャンプ専用のデッキというかですよね。飲みましょうよいや本当に縮こまっちゃいます。縮こまっちゃう吉田くん今までさ十何年一緒に見てきてそんなことないじゃん。ない、珍しいね。いやそんだけもう大好きな人ですから。嬉しいですねありがとうございます、もう毎月来てください毎月毎月やってるんで。もう最高じゃないですか。僕らもこっちに買う家あ、福岡にでも住みたいって言ってたじゃん。福岡ね、福岡近いですよね。福岡から近い近い近くの前1時間ちょっとかかります。ああ新幹線ですか。新幹線だったら40分ね。あんま変わらないですよね車で1時間20分ぐらい。よいしょカンパしましょう。はい、ようこそ上山口へようこそ。おいでます。ありがとうございます。今日楽しんでいきましょう。はい、お願いします。うまい、めっちゃうまい。え、めぐるくんがめっちゃ強いんだっけ、酒が。そうっすね、酒強いって言われます、めっちゃめちゃめちゃ強いんでしょ。え、吉田くんは普通、普通ぐらいです。普通ぐらいしても結構飲むんですよ。まあ、普通の人よりか飲むかもしれないです。確かに。キョウキョバさんはどうですか。いや、僕も弱くなりましたね。昔は結構飲んでたんですけど最近は最近どう。12時間は飲んでます12時間飲んでる。12時間ずっと飲んでる。やばいじゃないですか。めちゃめちゃ強いじゃん。いや、でも3日ぐらい起き上がれない、その後。あ、二日酔いないんでしょ。そうですね。酔うは酔うんですけど、二日酔いはなったこと本当に一回もないです。すごいね。二日酔いないって。あと、吐いたこともないですね。へぇ。4日前吐いたわ。めちゃ吐いたよね。はい。初めて見たんだよ、シンが吐いたの。いや、結構あります。結構あるか。あれおかしいな。スタッフさんも山口の方なんですか。そうです。中学校も一緒なんですよ。そうなんです。全然年は下なんですけど、8個下なんだけど、同じ中学で。地元も一緒ですね。あ、そうなんですね、はい。ライブの時にいた方ですよね、あの時。いたよね。はい。あの頃から入ったんだよね。5ヶ月目です。あれ、あれよりもっと前やった。はい、あ、ほんと。やっぱり知り合いとか仲間で、が多くなりますね。いいっすよね、やっぱり。はい、僕ももう、そうです。もう全部自分でやってると、そっちの方が楽です、ね。はい。信用もありますし、ね。そうそうそう。結構いろんな寄ってくるんで。ああ、やっぱり。何回騙されたかっちゅうぐらい。本当ですか。マジで。いつもここ一人でやられてるんですかこれ。キャンプですか。はい。大体友達に3人呼んで。あ、ですよね。はい。一人では。一人はたまーに。あ、本当ですか。でも一人で来て一人で楽しもうと思うんですけど、気づいたら呼んでますねみんなを。やっぱり。寂しくなって。はい。斜めに沿ってもダメ。斜めにそう。お、素敵なこれを持ってきたんで。またなんか昔のやつですか。はい、結構うまいですね。メーカーズマークのゴールドで、うん、すごいめっちゃうまいんで。バーボンが好きなんですね。バーボン好きなんですよ。スコッチが好きですか。僕スコッチ好きですね。あ、そうですね。いや、バーボンも全然好きですけど、僕からはこれです。あ、あげてます。え、やばい。うん、ちょっとなになに、ミスっちゃったかもしれません。なんだなんだなんだ。まさかのドスですか。黒ラジすげえやつじゃないの。おお。え、これ一緒かもしれないです。いや違うでしょ絶対。違います。これ友達のやつなんで。あ、そうですか。おお。え、これはい作ったんですか。いや違います。作ってもらったんですか。違います。売ってたやつ。え、これも。はい。これもいわゆるだって使い込んだ感じですよ。え、そうです、そうなんですかね、うん。ちょっとあんま詳しくなくて。これが新品な。はい、やつなんだ。でも全部手作りみたいな。へえ、めちゃめちゃ切りそう。ナイフは何本あっても嬉しいんだよ。本当ですか。マジ嬉しいです。よかった。ありがとうございます。よかったね。やった。めっちゃかっこいいだから。これがいるんですよ。あ、それが大事なんですか。そう。これでもヴィンテージもんじゃないのかな。
この辺とかも。これもね。かっこいいっすね、マジで。すげえ。全然違うんですよ、これ。これでしょ？これ友達が作ったやつなんですよ。これも一本もんなんですよ。なんか細い。あ、でも一本しかないです、これ。そうですよね。はい。このナイフは。だって一本一本ハンドメイドで作ってるやつっすわ。ここがないと危ないんですよね。こう、木をフェザースティックとか作るときに。力が入れやすくなってますね。これめっちゃいい。え、これ飛行機の大丈夫でした？飛行機の大丈夫。違うところに。絶対疑われるでしょ、なんか。しかもこんなんで包んだね。これ、やばいでしょ、これ。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しい。あ、これはちょっとやばい。ナイフはもう僕結構マニアなんですよ。あ、そうなんですか。いっぱい持ってて。よかったね。使わさせていただきます。使ってください。じゃあ俺もちょっとプレゼントを用意したんで、お二人に。え？バーボンはね、いっぱい飲んでると思うんで。これを91年が誰でしたっけ91年、91年生まれ吉田君でしょ。吉田君は、はい、これじゃあ91年の真っ赤な。あ、おお。92年、はい、めぐる君に。ありがとうございます。真っ赤な、やばいですね。これ生まれ年、僕が仲良くなったら、はい、生まれ年の真っ赤なをプレゼントするって今友達にいっぱいあげてるんです。やば。探しましたよ。91がなかったんだっけ。91はなかった。91がなくて、はい、すげえ探しました。ありがとうございます。え、ウイスキーですか、これ。ウイスキーです。もうあのヴィンテージウイスキーなんで、はい、かなりいいです。ありがとうございます。ぜひあのまた、はい、いつでも、今日でも、いつでも飲んで。これで、え、すげえ、なんかバーボンに色似てるな。あ、でも一緒ですよ。シングルかトウモロコシか麦かなんで、原料がスコッチですね。でもスコッチです。バーボンはトウモロコシ。あ、そうです、ね、で、スキーは麦だ。これめっちゃうまいですよ。これはバーボンより 甘くはないんですけど。嬉しいですね、めちゃめちゃ。清木場さんが料理してくれるということで、はい、すごいっすよ。こんな贅沢なことないですよ。こんな贅沢、本当にないです。目の前にいること自体に噛んでしまっとるやん。緊張しすぎて。目の前にいること自体がもう奇跡です。確かに。そんな、本当にそれドッキリかなんか今日。いや、誰か隠れて見ようじゃない。いや、そうです。僕たちって結構人を好きにならないんで。そう思うからこそドッキリなんかな。いやいや、違います。結構ブレないところがあるんで、僕たちってもうずっと好きになった人はずっと好きだけど、そんなに好きにはなりにくいみたいな。もう、清木場さんをしたのは16歳ぐらいですね。え、グループの時ですか。いや、違うって。ロクサルちゃんもそうなってから。あ、そう、ソロになってからが好きだもん。グループの時の曲も好きですけど。グループの時もは何歳ぐらいですか。2001年でしたっけ。デビューが2001年。あ、デビューが2001年。脱退されたのが2005年ぐらいです。4か5ですね。4年ぐらいしかいなかったの。脱退した頃が16ぐらい。定型の頃ですね。あ、そうですね。16歳で。そんな時に僕たちはバラードを聴かせてもらってました。やっぱバラード系が好きですか。もう完全にそうです。あ、そうなんや。ロックでも好きなのもありますけど、基本バラード。バラードはほぼ多分全て聴いてると思うんです。マジっすか、うん、今でも他の音楽聴くのもバラード多い。あ、そうです。そうですね。あ、そうなん。今日の飛行機でも聴いてましたから、横をふと見たら。嬉しいわ。前ライブで歌われてた I love you。 あ、I love you。 あれもすごい好きで。最近吉田君、あのアルバムダウンロードした？した。俺も全部ダウンロードして、アルバムごと I love you が好きって言ってたじゃん。黒は何が好き。あれもでもアイラブユーってなんか聞けば聞くほど好きになってくる。めっちゃいい。スルメソング的なね。はい。ロック寄りですか。ロック寄りですね。もう王道なロックですね。ロックバラード。フライ。ああ、すごい好き。いいですね。自分でいいですよね、ってのもあれだけど。僕も好きです。曲ってどういう時に書いてるんですか。曲は最近はもうスタジオにこもって、僕スタジオにこもるのが嫌いなんで。1週間なら1週間楽曲制作でスケジュール取って、で1日に2曲とか決めちゃうんですよ、ノルマを。あ、そうなんですか。で1日2曲できたらすぐ飲み行っちゃいます。ずっといないですね、スタジオに。そんなにすぐ作れるもんなの。なんか作れる時と、まあ、作れない時ももちろんありますけど、大体のこういう感じのイメージ、例えばこのテンポとか、こういうコード進行とかっていうのがもともと考えてて、それで何か弾いていくうちにこう固めていくって感じ。けど普通に5分ぐらいで1曲できちゃう時もあります。5分って1曲分じゃないですか。そのまんま歌詞の時。だから皆さんが好きなあのありがとうとかは、え、普通にあれ
一瞬でできたんで。マジっすか。昔の曲はそういうのが多いです。そうですね、あれ母ちゃんに、はい、皆さんほどじゃないですけど、僕もちょっとやんちゃだったんで、泣かせてばっかりだったんで。お母さん言ってるもんね、もうありがとうが世界で一番好きな歌って16からずっと言ってる。もう言ってる、もうこれ変わらないです。ありがとうは武道館で歌いますんで来てください。うわ、本当ですか。もうあれはやばやばい。21年です。来年ですね、21年3月の2月だったんですよ。2月23でしたっけ。2月13。それはもう行くしかない、ね、これはもう吉田くん泣くんじゃないの、もしかして。泣くかもしれない。初めて泣くんじゃないの。いや本当に泣くかもしれない。でも本当に曲を聴いて自分でね、携帯で、うん、本当に泣きそうになったのが唯一そのキヨキヨさんのありがとうで。え、なんで、はい、あれが好きなの。いや、なんでなんですかね。その子、はい、誰かに当てはめたりとか、あえてあれがお母様へ送った歌っていうのがまた響きました。なんか恋人への曲でも別に合うじゃないですか。うんうん、そうですね。それがお母様っていうのがちょっとめちゃめちゃおかんでしたね。良かったです。だから逆に言うともう今は逆にラブソングが書けないですね。あ、書けないですか。なんかこうちょっと40になって好きとかなんかそんな、あ、ちょっとこうあんま合わないんですよ。I love you とかなんかそういうああいう曲の方がハマるというか、ゴリゴリのラブソングはあんまり作ってないです。前回の武道館って2007年でした。2008年。あの DVD 貸してくれたじゃん、吉田君が。俺も見てやばいなと思った。あの時のありがとうがめちゃめちゃ好きなんです。ああ。アレンジ、はい、アレンジしたやつですね。アンコールで。マニア。いや、僕も見ましたから、この間。あのありがとう、一番やばくないですか。全然違うね、感情の。そう、昔のありがとうはやっぱまだ若いんですよね。なんか20歳、22とか3ぐらいに作ったんだ、あれ。どんどん。天才ですよ、マジで。俺何やってるか、マジで、その頃。俺たち、何。あ、でも俺はアウトサイダーのチャンピオンになった頃ですね。何もないで今から残しましょう。一緒に曲しましょう。一緒に曲一緒に歌いましょう。いやいや、すごい嬉しいです。そんなことある、そんなおこがましいさすがに。え、でも吉田君歌手になりたいでしょ。いや、そんなことない。夢だったでしょ。でも歌手になりたいみたいなこと言ってたじゃん、ずっと言ってたっけ。俺言ってたよ。歌が好きだって。でもレコーディングしたりしてます、ね、YouTube。 そうです。でもなんか人前とかがあんま得意じゃないですよ、そもそも。恥ずかしがり屋。そうです。僕も一緒ですよ。あ、本当ですか。え、めくるくんもでしょ。あんまりそんな人に、あ、僕もそうです。あんまり喋るの嫌でしょ。はい、知った人にだけ喋るって感じでしょ。そうですね、一緒ですよ。だから友達いないですよ、僕も。一緒ですね。本当にいないですよ、芸能界ほとんどいないんで。仲良くなるんですけど、はい、みんなやっぱどうしても業界しちゃうじゃないですか。確かに。そうすると田舎者の僕はあんま合わないですよね。ああ、それわかりますもん。そう。だから無理して飲んじゃって割り酔いしちゃう。僕もなんか弟はすごいそういう有名人が好きみたいなんですけど、僕はなんかそういう人に会いたいと思わないですよね、あんまり。なんかね、結局最初いいんだけど、結局自分の字が出てくるじゃないですか、みんなそれぞれ。はいはいはい、そうすると生まれるとか、あの環境も違うから、結局会うのは昔の友達とか、やっぱ地元の友達に戻っちゃうんですよね、大人になっても。そうですね。芸能人は芸能人で。いいとは思うんだけど、あんまり派手な遊びが好きじゃなくて、東京でもバーで少人数で飲んだりとかが多いです。派手な遊びっていうのは どんな遊びなんですか。飲み屋行ったり、はい、クラブ行ったり、踊るクラブ行ったり。確かにそういうの僕も好きじゃないですか。なんか合わないですよね、感覚が。これはカレーです。ちょっと炒めております。僕たちは本当にね、キヨキヨさんの歌を聴いてもらいたい。嬉しいわ。いつかキヨキヨさんとのコラボを見たいっていうコメントとかもある。おー、マジっすか。はい、カラオケ行きましょうよ。ね、全然それマジっすか。うん、カラオケなんかマジで行きたい。カラオケ行きましょう。そんなことあった時には失神するかもしれない。失神本当に。いや、全然行くよ。だって俺 AK さんとも尾崎2人で熱唱するし。え、 AK さんも結構カラオケ好きだから。あ、そうなんですか。ああ、見えた。しかもかなり本気でラッパーじゃないからね、その時は。
聞いてみたいです。聞いてみたい。尾崎めっちゃうまいから。それはちょっと聞いてみたい。尾崎が流れると俺と AK さんは本気になっちゃう。真似する感じなんですか？いやもう自分の自分の尾崎。ああ自分の。めっちゃおもろいよ。ええ。木島さんも尊敬するアーティストさんで。やっぱもう少年時代は尾崎だから。で、小学校3年の時いじめられてて、3年間ぐらいいじめられてたんですよ。その時に聞いてたのが長渕さん。そう、長渕さんがあの時90年代すごかったんですよ、なんて孤独の歌詞が。それがすごい好きで、あれ聴きながら泣いてましたね、家で。僕たち好きな曲ってあんまないんですけど、ひょうきばさんの歌と、あとサスケのさ、雨の遊園地だけずっと好きじゃん、16ぐらいから。なんか昔から雨。そうです。雨の遊園地とか歌ってもらいたいみたいな。できたらちょっと練習しておきます。本当ですか？やば、そんな感じになるか想像つかないですよ。めちゃめちゃうまいと思うよ、雨の遊園地。やばい。なんかずっと聴いてても飽きないというか、もう10年ぐらい聴いててもずっと聴いちゃうんですよね。じゃあ本当に一個好きだったらそれが結構深いんですね。深いです、僕たちは。だから地元のみんなと仲いい、そのいわゆる今やってる。ああそうです、そうです。あ、みんな友達でしょ、みんな。そうですね。ゆきばさんがYouTube でよく釣りイン動画出してる。はいはいはい。船とかも自分の家に。あれはもう全部予約して連れてってもらう。チャーター貸し切りとか。すごい面白いですよ。ゆきばくんに釣りもね、してもらいたかったんだけど、船酔いするっていうから、やっぱ三半規管強すぎんだろうね。やばいです。親父が好きなんで一回連れてもらったら14回吐きましたから、ね。なんか俺の吐いたのに餌が、餌で寄ってきてるから、そこでみんな釣れとか言って。いや、やっぱ一回その思いがあるとね、もうね、きついっすよ。昔漁師やってて。漁師？はい。漁師をやってたんです。あ、そっか、吉田くん漁師だったもんね。そうなんだ。2年ぐらいやったんですけど、最初は船酔いに苦しめられます。うん、そうですね。バナナ慣れますよね。なれます、ね。うん、でも今例えば乗ったらもう10年ぐらいかかるんで、多分酔います。あ、酔い止め飲んでもダメ。あ、僕もそういうの全く聞かないです。うん、なんか漁師の人とかさ、うん、海にいすぎて今度地面に酔うとか言わない？あ、そうそう、丘酔いね。ですよね、丘酔いです。なんか確かにもう上がった直後はすごいなんか違和感があった。あ、その日魚とか食べても美味しくない。あ、味覚もおかしいことがある。カラオケ行きましょう。じゃあ関東で、東京で。本当ですか？東京で一度、うん、カラオケバーをちょっと探してきますわ。そんなこと、伊勢くん、よかったね。やばいってマジで。よかったねどころじゃないよ、マジで。本当にマジですか、それ。僕あんまり、そのほら、あんまり清木場俊介好きですって人いないんで。いますよ。あんまり見ないんですよ。めちゃなので、すごい嬉しい。逆に言うと僕の場合は女性の方が多いんで。あ、そうなんですか。今6割女性ですね。昔はやっぱ9割女性だったんで。グループ辞めてすぐに。ロックやるには男の共感がないとってことで結構地を出していったんだけど、あんまりハマんなかったですね。清木場さんがさ、そのソロになって歌の深みが出たって思うんですよ、僕。なんか音階が広いじゃないですか。当時よりその低いパートが多くなって、でも高いパートもあってるんで、そこからめっちゃ好きですね。地声はね、低いから。そうですね。どうなったんって言われます。本当に思いますね、あの甘い声が。やばいさ、歌うと変わるんですよね、無意識に。でもこの低い声で歌うっていうのはあんまないんで、歌うと自然と高いキーになっちゃってる。キー、高いキーをで作ってるんですよ。なるほど。すごい不思議っすね。で、作曲の家の人とかってなるべく高い、一番いわゆるそれぞれが持ってる限界のキーってやるじゃないですか。はい、限界のキーで歌わせるのが一番人に響くんですよ。はい、楽勝で歌ってるとあんま響かない。ああ、確かに。いわゆるギリギリのラインがすごい響くっていうので、はい、僕もいわゆるグループの時作ってもらった時は結構高いキーばっかりやらされてました。で、アッシュはすげえキーが高いから、はいはい、僕より半音が一応高いんですよ。そう、だからいつも食らいついていくのが大変でしたけどね、若い頃は。当時なんか低いパートあんまなかったですね。なかったですね、高いのばっかりでしたね。そこで、ありがとうとかも低いとこあるじゃん。あ、低いですね。
なんか出だしが低いっていうんですか。確かに A メロが低いですね。いつかもそうだけど、いつかも好きなんですよね僕。 いつかと何が好き。今もやっぱ、ね、あ今も好きだね、うん、名曲ですね。桜とかも好きです。桜ね、結構なマニアですね。いやマジでマニアだね。マジでバラードに関しては嬉しい、ね、久々に歌褒められた。でも釣りうまいですねとかすぐ言われるけど本当にでも若い世代も見てほしいって思うんですよ、ね、本当に、ね、若い子ね。清木さんが今の時代で こいつはすごいなとかいう歌手とか。そう、別に若手でも、あ、もちろん目上の人でもいいんだ。誰でもいいですし、あとこの曲だけは、まあ、やっぱり違うなとか思ってる人みたいな。今一線で活躍されてやっぱ上手い人ってたくさんいると思うから、やっぱ上手いなっていう人は玉置浩二さんと、あ、飛鳥さん、チャギアスの、あ、もうえげつないぐらい歌唱力じゃないの、もう人生のその演劇というか、その自分の人生の全てを出してるかのような歌が、歌を聴いてたらその人の人生がこう見えてる。いやー確かに。っていう人はもう玉置さんと飛鳥さんだけかな。玉置浩二さんは、うん、俺たちも好きじゃん。そもそも、うん、なんかそれは分かる。飛鳥さんに関してちょっと、いやすごいね、これ調べてみたい。いやこれがめちゃめちゃロックもあったり、すげえバラードもあったりするんだ。これはちょっとぜひ聴いてもらいたい。あ、じゃあもう究極さん以外は間違いないね。それは飛鳥さんと玉置浩二さん。玉置浩二さんはもう本当に僕たちもすごい好きです。そこはもうかっこいいよね。確かアーティストさんが選ぶ中でも1位なんですよね。間違いないと思う。君がいないから あれやばくないですね。もう今日もうちょっと夜カラオケ行こう。えマジっすか。えカラオケ持ってくださいここに。何ここにですか。えこれ本当にマジっすか。いやここに持ってくる方は無理。これ無理じゃんね。さすがに、うん、もうここ次来た時はカラオケ準備させますから。もう本当ですか。どんだけ踊らせても大丈夫なんで。本当にカラオケとかで行ったらさ、マジで俺たちやばいかも。僕じゃあ玉木さんと飛鳥さん歌いますよ。清木場さんの歌は僕の歌はほらライブで聴いてもらって。ああそうですね。あと雨の遊園地も歌ってもらえたら嬉しいね。雨の遊園地誰の歌。サスケ、サスケの、サスケさんのね。はい。あるかは分かんないですけど、でも本当にその曲も16ぐらいから僕たちずっと好きなんで、もしかしたら聴いてもらえるかもしれないです。でも失恋の歌だもんね。うん、覚えます。究極の質問なんですけど、はい、清木場さんの曲の中で、うん、唯一この曲だけは自信作というか聴、いてほしいなみたいな。1個だけ、はい、本当に一番の曲何なのかなって思ってるんですよ。何だろう。170曲ぐらいはありますからね。確かにソロだけでも。吉田君はでもありがとうが一番好きでしょ。ありがとう、ね、ありがとうはでも本当にずっと歌い続けていきたい曲ですね。あれは母に書いた歌なんです。僕もありがとうといつかと、でも一番多分好きなのは変わらないことかな。あ、変わらないことね。正直僕が一番好きです。変わらないことは僕も歌いながら毎回泣いてます。あやっぱり俺は一番好き正直。変わらないことね。なんか自分にも重ねちゃうんですよ、歌詞が合ってて。僕はなんか同級生からすごい白い目で見られてたんですよね、ずっと。でなんか同級生はすごい真面目な人が多くて、僕だけグレてて、なんかすごい歌詞が合うんですよ、ね、嬉しいね。今日どうした。いや本当に褒めちぎってどうした。いや本当にそういう気持ちなんで。ちょっと山口来てなんか変なことになっとらん。なってます。大丈夫か。逆にもともとだもんね。俺たちだけでも地元に行った時からこうやって話してる。酒飲んで居酒屋で。昔からです。僕言われたことないんでそんなこと。ちょっと自分の街にいながら動揺しております。すげえ嬉しいです。僕も唯一あげるならソロになろうと思った曲っていう曲があって、うん、それが今っていう。ああ。今。今っていう曲は。初めてなんか人が泣いた瞬間とかを見た曲だから。あの曲って3.11 に書いたんですか。いやあれはもう僕が EXILE の真ん中ぐらいに書いた。EXILE に4年行った時の。そうなんですか。今もやっぱりなんか
京木場さんのその音階の広さがすごい現れてるっていうか、うん、最後のサビとかめちゃめちゃ高いところ地声でいくじゃん。あそこマジ鳥肌だったもん俺。すごい。吉田くんが東大に一人暮らししとった時にさ、うん、吉田くんがその教育場さんのありがとうとかいつかをさ、うん、俺に教えてくれたじゃん、うん、で俺ももうその時知ってて YouTube とかで今良くないって言って一緒にさ、うん、あいいねみたいな言ってたじゃん。共感してね、うん、すっげえ嬉しいな。マジで僕たちほんと嬉しいよ。だってこんなすごい人たちが俺の曲を聴いてんでしょ。いやいや、こっちの若い頃。だから。いやもう本当にもう何にもない頃にさ、俺たちが。生粋のファンですから。すっげえ嬉しい。これからも仲良くしてくださいよ。いや、本当に、本当にお願いします。友達いないんで、ちょっと仲良くなってください。いや、僕らも本当にいないしね。すぐ迎え行くんで。上空港までああ。本当に来たいね、たくさん。福岡とかはまあ、結構。じゃあ帰りでも寄ってもらって。なんなら空港まで迎え行かせるし、うん、若いのに。ゆうきまさんに会いに来たりさ、そのためだけに来たりするし、誘っていただけるのであれ。いや、全然来て、もう、この田んぼもそうだけど、田んぼっていうか、山もそうだけど、遊びたい放題使っていいし、だからファミリー全部連れてきて、あのみんなの、YouTube ファミリー。確かに会いたいもん、俺も。たくまも、ゆうきまさん最初の男ますけど、あ、男ますけど。あそこで一緒に行かせてもらって、うん、その時清木場さんのこと知らなかったんだけど、うん、なんか YouTube 見てマジで好きになったっすよ。言うでしょ。こんな気さくな方なんだみたいな。あ、うん、俺今の YouTube ね。はい、たくまさんの前が、まあ、清木場さんのこと俺めっちゃファンになってきた。めっちゃ嬉しい。そう、逆に YouTube を見てね、ほとんどなんか変なことしか言ってないけど、ね、そこがまたハマったんですかね。で、佐々木くんっていうもう一人いるんですけど、はいはいはい、格闘家のね、はい、まあ、多分知らないです。おい、佐々木、こら、ケンスケ、ケンスケ、この野郎。あ、ケンスケは違うか。あ、あっちじゃないのね。本物ケンスケにやられる。プロレスラーの佐々木くん、なんか歌とか聞かないもん、逆に。聞いてるとこ聞いたことある。聞いたことないな、確かに。でしょ、佐々木くんはあれじゃない、佐々木くんちょっと変態的チックな感じ。ちょっと変ですね。ね、変わってます。歌聞かないけど、聴いてる曲、ミクルがカバーした YouTube に上がってる曲とかは多分聴いてる。聞いてんだ。だから、大好きなんですよ。僕のこと大好きなの。ね、うん、完全に。わかるわ。でもそういう人が必要ですからね。うん、確かに、そうなんですよ、はい。マジでカラオケってやばくない？カラオケはもう、そんなこと思っても見なかったから。いや、本当に失神するかもしれない。本当に。めちゃめちゃいい音が出る。バーを僕がリサーチしますんで、そんなあれちゃんと音響をめちゃめちゃ金かけたバーを、そこは関東なんで、はい、それは関東しかないから東京でやりましょうよ、カラオケ大会。マジですか。でもこれはちょっと動画にできないんで、なんかもうなんかいいでしょ。いけますか、著作権許可取ればいいんじゃないですか。いやもう清木場さんの歌だったらいけると思うんですけど、僕の歌はいいんですけど、僕は自分の歌はあんまり興味歌えない。いや興味なくない。でも僕たちがすごい興味あるんで、それはもう全然歌えますよ。じゃあね、ありがとうなんで歌ってもらったらもう、いやそんなもん、そんなことあっていい。いや、あっちゃいかない。あんなさ16の時から変わらずずっともう愛し続けている歌、それはもう吉田君もさ、うん、お母さんのこと大好きじゃん、うん、あそこもあるかもしれないね。もうそこが僕が仲良くなる基準ですから。あ、そうですか。あのおかん悪く言うやつは仲良くなる。ああ、親父はいいんですよ、男同士だから。いつか仲良くなるから。確かに。おかんはダメ。確かに。おかんは産んでくれたでしょ。そうです。痛い思いして産んで散々迷惑かけてきたわけだから、やっぱりこう恩返しをしたいですよ、親孝行は。そういうのも含めて、なんかあの曲すごい大好き。多分恋愛、なんか深くない、歌が深い。お母さんに向けてあんな歌詞書けるっていうさ、本当にすごい。それがまさか もしかしたら聞けちゃうかもしれないと。泣くよね、絶対。吉田君最後に泣いたのいつ？最後に泣いたとか、最後になんとかとか多くないですか？いや、最後この人はなんかおかしいんですよ、なんかいろんな、ね、いろんなことだね。めっちゃこんな男前が、はい、ね、信じられない。本当に俺この顔でエグザイル入れなかったもん。いやいやいや、清木場さんの方がよかった。いやいや、本当にいやいや、俺全然もう男前ダメですよ。吉田くん最後に会えたのもう小学校とか？いや、それはないと思う。あ、それはない、もうちょい。
本当に。でも清木場さんの本当それこそありがとうで、一番最初に聞いた時に、一番最初じゃなくてもうめちゃめちゃ酔っ払っとって出した。なんかイヤホンで爆音で聞いた時に何回聞きましたか。じゃあもう分かんないっす、それは。それは分かんない。何千回は聞いてる。そんな何千回以上かもしれない。そんな、そんな聞いて、いや本当に僕たち、それはちょっとでも本当にそうです、もう歌います。うわ、かわいいっすか。そんなこと言われたらマジで歌いますよ。これやばくない、嬉しいじゃないですか、そんなね言ってもらえたら。いやでも清木場さんの今いるファンの方で本当にそういう方はたくさんいらっしゃる。まあ確かに、だからやっぱり、はい、こっちのテンション的にも本番のライブテンションではやっぱりできないと思いますけど、いわゆるミクト君がやるようなスパーリング的なテンションで歌うことは可能なんだ。やっぱりライブのテンションには絶対なれないから、だからカラオケの中で歌うっていうことは全然大丈夫。どうですかって、そんなことだから起きた時どうなるんかもしれない。俺次の日死ぬんかなマジで。いや死なんでしょ。本当に皆さん聞いてみてください、本当にって感じ。本当によろしくお願いします。おじさんの歌を聴いてください。清木場俊介さんの曲もう全部聴いてほしいです。うん、俺たちがいいって言ってるってことはもう絶対いいかな。で本当になんか褒めすぎてこれドッキリかと思う。いやいや本当なんですよ。でもこれがガチなんですよね。たくまくんとか上から出てくるんじゃない。たくまお前何調子乗ってんだよとか言いながらマジでボッコボコするよ。変態だろうがなんだろう。そしてこれがあるんだけど、これが今日もらったやつがある。あえでも逆にその僕ら本当にあまりこびるタイプじゃないですけど、本当に好きで尊敬してる人にはこういう感じなんで、視聴者さんも逆に初めて僕らのこういう一面見れたなって思うんです。吉田君のこんな一面見れないでしょ。嬉しい、僕は嬉しいですよ。いや本当に僕も嬉しいです、この今があって。あれだ、いやあれだ、これからもよろしくお願いします。本当にお願いします。これもいい感じになってきましたよ。もう 何時間これ今3時間です。3時間、はい、あと2時間もらっていいですか。下で2時間さっきあと3時間ぐらいで、これね多分動画見てる皆さんはこれルー入れてると思ったと思うんですけど、うん、ルー入れてる。これはこの色はもうじゃがいもが溶けた色ですから。じゃがいも、あれじゃがいもなくなっちゃいました。じゃがいももうそろそろなくなってきましたから。あこれもまだ残ってます。まだ残ってますけど、でももう全然ほとんどなくなりました。あと2時間、あと2位で食えます。でもなんかこの辺まで近づくとジャガイモの匂いすごいです。本当にこれやばいですから、がっつりやってますから。タレにもこだわりがすごいですから。そんなことないです。まずいこと、まずかったら多分パラフィックってかある。でもちょっと僕たち本当に正直言っちゃうタイプなんで、そこはなんかちょっとちょっとね、清木場さんでもやっぱりまずかったらまずいって言っちゃうもん、私は。さすがにそこは言っちゃうよね。外の温度、もう鮮度とか言ってますよね。もうやばいね。下までよ、この、はい、この、こいやこ、うん、2段目。吉田くんいます？吉田くんトイレ行きました。あ、それ、僕、持ってこれも、これ熱いですか？あ、ちょっとわかんないです。どうですか？いや、行きます。写真が危ないな。気をつけよう。大丈夫ですか？熱くないですか？大丈夫です。どこら辺に置きますか？このクーラーの。ここは、あったかいんで。じゃあ、ここで。はい。事故起きなかったやん。これがあったかいと。うわ、これは。そうみんなあったかい。これはやばいですね。ちょっと事故起きてほしかったですね。YouTube 的には、ね。YouTube 的には。これで風がこっちに来るよ。うわ、ちょっと暖かくなりましたもんね。あ、全然変わるわ。吉田君がサボってた間に下運んどいたんで。下い？下、下。下い？何下？下い？この。清木場さんと二人でこの上を持ってもらって、あの土台を俺が持ち上げたからカメラ撮りながら、うわすいません清木場さん、相当温かくなるぞ。これどうしよう、素手で触った方がいい？いや、それはいい、それはいい、そういうのやってないできましたよ。これもうルーいつの間にか、えマコ、あ、どうですか？うまい、あ、これは期待できますよ。期待できます、普通に。え、これでも本当に作るのに 4,5 時間かかってます。そうそうそう、 4,5 時間かかってますから。どれくらいかかってます？まあざっと3,4 時間ぐらいかかってます。
10時過ぎから玉ねぎ切るとこから始まったんだ。ああ、そうっすね。じゃあそれで言ったら違うよ、7時間です。7時間今もう上に当たったよ、暑いのが。7時間かかってますから、これ。7時間カレー、7時間カレーですからね。ちょっと食べてみません、ルー。いや、食べてみたいです、食べてみたいです。これから、これまず第一段階ね。第一段階ですか。これがまず一発目のカレーです。やばいよ、これ。いや、すごいよ、ほんとに。まず第一段階だから、これ。じゃあ、いただきます。5時間かけたカレー。これ第一段階ですよね。そう、第一段階。今が純正です。今が純正。熱いよ。熱いかな。熱いよ。熱いよ。伸びてなるよ。熱くて。あ。ああ、普通のテンポ。ああ、うまい。ああ、うまいわ。どういうこと、どういう。なにこれ。ちゃうで。え、いい感じでしょ。まだだよ、まだ、今からだ。ああ、なんか、歴史を感じる。シーフード。あ、じゃがいも。だから、後から出てくるわけだから、この奇跡を、奇跡が。奇跡って、あれじゃないですか。奇跡の奇跡じゃなくて、歩んできた奇跡、奇跡。最初の奇跡。入れたものが全部知れるっていうね。そう。全部後から感じてくる。最初シーフード来るんですよ、今。だけど、その後に、じゃがいもとかがやってくるんですよ。じゃあ、すごいじゃないですか、それは。そうだよ。一回入れたもんが。一回行ってみる。入れたもんが、まあ、入ってくるじゃん。熱いよ。いただきます。熱いよ。うまい。マジでこれ役者大丈夫？めちゃめちゃうまいですよ。本当に。あ、確かにシーフードめっちゃあって、クレーも来るし、あとから。え、ちょっと待って、まだだから。これ第一弾ですか？まだ大丈夫か、これ。でも実際マジでめちゃめちゃうまい。これ寝る前に食うとまた全然違う。そうです。本当にシーフード本当に強くて。どんどん来るから。え、これうまいよ。めちゃめちゃうまいね。本当にうまいです。これが、いわゆる最初の。まあ。あと何時間ぐらいかかりますか、これ。明日の朝が一番うまい。明日の朝みんなでカレーパンしてくるから、これは。そう、明日の朝みんなでこれをカレーパンにして食うんです。なるほど。そう、明日の朝ですね。はい、わかりました。すごいうまい。結構かかりますね。そう、カレーってそうでしょ。次の日が一番うまい。そう。おかんのカレー、次の日うまかったろ。確かにそうです。寝床ですね。ちょっと枕がなかったんで、ちょっとうまい具合こう使ってもらって、で、この上にすごいベッドみたいになってますね。持ってきてもらった寝袋を引いてもらえれば、多分、最高に。うわ。あんまり苦にはならないと思う。最高じゃないですか。こんなテントまで建てていただいて。すごい用意しないとね。普通自分らで建てるもんですか。テント。そっからがサバイバルですから。そう。ぶっちゃけさ、ガチのサバイバルだったら、これ、俺たち裸ですから。確かに。こんなん、井戸とかさ、もう凍えとるわけだ、こうやって。星の綺麗さ見て、これ。わかる、これ。これ。やばいね。これ見えるんかな、動画で。映ってんの、俺動画で。あ、ちょい映り。あ、ちょい映りが悲しいな。これ、肉眼だとすごいですよ。なので、一回、これ、マジで綺麗ですね。綺麗でしょ？すごいでしょ？めっちゃ綺麗です。うわぁ、こんな、本当、朝から準備していただいたんですもんね。ありがとうございます。昨日からいや、でもずっと作ってるんで、これマジやばいんで。これは何時間かかりましたね。すごい、はい、6時間です。キヨキバカレー6時間。うわ、6時間かけてちょっと暗いけどね。キヨキバさん、はい、12時間です。ちょうど12時間。玉ねぎ刻むとこからちょうど12時間経ちます。そっか。え、そんなね。12時間。嘘でしょ。そんな12時間でした。12時間。ほんまや。12時間のカレーです。でも、あの、自信を持って。これでもあれですね、お店で販売したらいくらですかね。いっぱい相当ですよ。いや、もう売れないよね、こんなの。売れないですか。もう商売ならんすわ。確かに。これじゃ。もうあれですね、AI に作ってもらえる。そうそうそう。それこそあのアンドロイドの
この湯気がまた最後のね、湯気がまたって、湯気はそうでしょ、出る最後の、この寒さがまたさ、寒さが際立つというか、最後のハンバーグカレーですね。すそうです、ハンバーグカレーです。でもお米もマジでうまそうだし、そう、お米もね、炊けました。いい感じで、今結構皆さん食べますか。今よそっております。あ、適度で、適度で大丈夫です。ガッツリ系です。ありがとうございます、すいません。うわぁ、結構ちゃんと炊けたじゃん、慎吾。多分いい感じだと思うんですよ。今までは最高なんじゃない。焦げが一個も出てない。すごい来ましたよ。これ半合炊飯みたいなやつですか。そうです、メスティンって言って、もうキャンパーはこれを持ってたらキャンパーです。お、そう、メスティン半合、もうメスティンっていうブランドですね。なんかもっと丸こういうやつでしょ。そうです、あれも、はい、ボーイスカウト的なやつも OK なんですけど、はい、これが今流行ってるんですよ。あー、すごい、めちゃめちゃ美味しそうですね。これはゴリゴリ当てる方がいいでしょ。そうです、カレーは、はい、すごいな。これまずかったらもう自殺しますわ。もう山やめますわ、キャンパー引退しますわ。12時間ですもんね、その玉ねぎから。これうまくて当たり前でしょ、こんなもん。ここに開けた、今日は開けてきたウイスキーたちも並んで、あ、もうでも12時回ったんよ。回ってますか、もう10時45分。あ、10時ね、全然大丈夫ですよ、まだウイスキー3本開けるわ。めちゃめちゃ強いですね。いやちょっとカレーが必死でね、あんま飲んでないんですよ。あ、本当ですか。今日はミクル、今日はすごいあれになるかもしれんな。すごいね。ベロ酔いですか。いや、まだいける。ベロ酔いではないですけど、僕ら結構よ。これいったら、言うと、めっちゃいい。それいったらよかも。やばいよね。うん、今最高。最高ですか。今マックスいった。これこれで、ルーは、はい、もうちょっと皆さんお好みで、そう、お好みでいくから、ちょっと待ってね、はいゴリゴリうまいやつ。これはもうかけといてください。どうぞ、好き放題いっちゃっていいですか。じゃあいっちゃってください。こんな、うわ、もうとろーってしてるわ。ほら、すごい、これよ、これよ、うわー、これで12時間カレーです。これ最後にこれですよ。これは最高ですね。めちゃめちゃいい匂いがします。いったよ。ハンバーグ、そんな、うわ、ハンバーグいきますよ。ハンバーグカレー、これはやばいですよ。やば。これはやばくない。これはもうやばいですよ、本当に。ここですね。うわ、よっしゃ、これいっちゃおう。これうまそうやな。これまずかったらもう死にますわ。これは食っちゃう、食っちゃう。これ全部入れた方がいいですね。じゃあバンバン行っちゃいましょう。もう明日の朝もカレーパンできますよ。あ、残します。全然なんでもいいですよ。あ、でもね、もう食いたい放題、微妙な量残ってますけど。じゃあ行こう、バンバン行こう。このまま行きますか。食っちゃう。じゃあ米ももうちょい余ってるんで2杯分。そうね、でも2杯分カレーパン食べたくない。食べたいね。これいけるかな、明日の朝。どんぐらいある。ちょっとなんか微妙な、マジで微妙な。待って、あ、これちょっと見えないな。これちょっとあれかもしれないですね。足りない、足りないですね。あ、でも全然これいける、いける、これはいける。あ、じゃあこれで明日、パンに挟む、パンに挟む、パンに挟むに挟むスミだ。じゃあ明日に残しましょう。パンに挟むスミにだ。サムスミス。じゃあいいですか、いただいて。じゃあちょっといただきますね。12時間カレーいただいてください。このハンバーグと一緒に。12時間だからね。じゃあいただきます。その思いも知ってから食ってください。そんなハードル上げます。いただきます。うん。普通うまい、うまい、マジでうまい。おお、マジでうまいです。あのハンバーグにはカレーつけてよ。うん、うまっ。うまそうだもん、はい、めちゃめちゃ、はい、うまい。めちゃめちゃうまいです。マジでうまい。食べて。ごちそうさまでした。
12時間のカレーをいただきましたね、はい、マジでそのめちゃめちゃ早いね食べるの。綺麗でしょ。いやーうまかったな。なんか歴史を感じたね。玉ねぎだけちょっと俺わからんかったんだけどハンバーグのうまさよ。玉ねぎは行き過ぎてわかんなかったんだけど、うん、あのでもやっぱり隠し味で吉田くんもあるって言ってたよ、うん、もうやっぱじゃがいもがすごい一番感じたかな。じゃがいもじゃがいもがなんかもうこの固体から液体に変わってるみたいなその、うん、まろやかさ。確かにこのうまさよ野菜系統かなんかとろけとってあれ、うん、いや歴代1位でしたねカレーの中で、うん、マジでこのもうさめっちゃ嬉しい焼き場さんはこれもうできるんじゃないですか。今でも食べてます。もしかして、うん、美味しいカレー屋さん飲食店で。あ、本当にそのレベル。フランチャイズあのちょっと引退しようかな引退はしてほしくないです。これはよくないです。もうカレーで一曲作ってほしいですこのカレーについて。カレーについて一曲結構ね毎回作るんですよ、はい、キャンプで、はい、で月に今だと月 4,5 回キャンプしてるんですけど結構ね、はい、味バラバラなんですよ。一回たりとも同じ味になったことがないんですよ。今日も心配だったんだけど今日は結構いい一番今まででうまいカレーができた自信がある。本当ですか。ここで持ってくるっていうそこがやっぱすごいですよね。すごいねやっぱりこのタイミングで勝負師の強さ、はい、で本当にすごい美味しいし本当にうまかったな。うーんなんかいろんな風味があってね。そうなんかアサリとか入ってました。これ入ってる入ってる。魚介も。あ魚介シーフードですね。魚介が好きだって言ったからメフル君は。何が好きって言ったらまず魚介系が好きですって来たの。あ山キャンプで魚介系ってまずあんまり出せないんですよ。その牡蠣とかいわゆるその魚介あの魚とかって、はい、寿司もまず無理じゃん山じゃ。だからこれどうしようかな。で肉はすげえの用意したんだけどじゃあカレーに魚介を入れようって。あなるほど。でちょっとシーフードをねちょっと入れさせてもらいました。すごい美味しいです本当に。ありがとうございます。いや本当にこちらこそありがとうございます。僕もねちょっといただいている途中なんですけど冷めちゃうから寒くてすぐ。そうですね。ね今気温が5度ぐらい。もう5度切ってます。5度下げてんじゃんこれ多分切ってますね。本当に寒くていやマジでうまい。こんなトロトロのカレーあるっていうぐらい給食でいうなんていうの学校でいうところの給食のカレーを上回ってくるレベルです本当に。吉田君が今日詐欺師みたいに見えるな。なんか、なんか全部イエスマみたいになってるからなんかいや今日キワさんの信者みたいになってるからえ普段は結構言うんすか。いやガチで僕たちあの本当のことしか言わないタイプなんで。あそうなんで、ね、あのそれが吉田君ちょっとそういうのやめてよ。本当に忖度やめてよ。本当のことだもんね。本当のことですよ。忖度やめよ。だけどなんか CM みたいに見えるぞ。キワさんのカレーも本当に美味しかったです。いつかでもやりましょうね。カラオケコラボお願いします。さんとコラボさせていただきたいと思います。ありがとうございます。すいません会社の方で初めまして。いやありがとうございます。コラボできるっていうのは本当に嬉しいでございますよ。コラボさせていただきたいと思います。3番勝負。おおおおおおーい最近今のところ僕強いですか。強いですよ。こいつすごく厄介ですね